アイテム番号 SCP-160JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-160JP はセクター8192内の厚さ3メートルの鉄筋コンクリートと厚さ500ミリメートルの装甲シャッターを備えたシェルターに収容し、乾ドックの掛け台に固定してください。その際、装甲装置のカタピラは分解保管してください。また、不審な電波副社を行っていないか24時間体制で監視を行ってください。現在、SCP-160JP は半年に1回の間隔で活動を活性化させています。SCP-160JP に関する実験はこの活性終了後に行うものとし、セキュリティレベル4以上の職員の監督下で回収船、富士坪の支援を仰いでください。実験中は収容違反を防ぐために遠隔式爆破装置を積載し、単魚雷を搭載したヘリコプターを待機させてください。説明。SCP-160JP は、一見すると、大日本帝国海軍が第二次世界大戦中に製造した、特殊潜航艇に酷似しています。寸法は、全長18メートル、全幅1、8メートル、水中排水量は約60トンです。初期の調査は回収船。富士坪にて行われましたが、現存する記録にある潜航艇とは明らかに異なる点が報告されました。SCP-160JP には魚雷発射管などの兵装は確認されませんが、底側面には取り付け部分とおぼしき箇所が発見されています。艇内は座席の配置などから3名乗りと推測されますが、搭乗員がいた形跡はありませんでした。操縦席付近にはオシロスコープに接続された機器が複数ありましたが、すべて強力な通電によって破壊されており、捕獲寸前に自壊させたと見られています。また、SCP-160JP の低下部にはカタピラ式の装甲装置が備えられています。これは自走して海中に入るため、あるいは海底や浅瀬での移動のためだと推測されます。SCP-160JP のより詳しい調査はセクター8192で行われ、富士坪、戦場での調査結果に加えて新たに特異な性質が確認されました。艇全体はチタン合金に酷似した素材で構成されており、特に内部の耐圧からは既存の潜航艇の構造材よりもはるかに強靭です。水圧試験ではマリアナ海溝の底部に等しい1万1000メートルの水圧にも耐えることが証明されました。B クラスを用いた実験では、いかなる深度設定においても艇内は一気圧を維持し搭乗員の生命に問題がないことも証明しました。機関部は艇内部からアクセスできるようになっていましたが、内部には、丸4、丸の中に関数字の4、高圧電池、と、第10検視性水素発動機、と明示板に記入された機材が発見されました。これらは現代の技術水準から見ても異常に高度な完成度を維持しており、1940年代当時の日本軍では、船体は愚か各種機材も製造できないと結論付けられました。SCP-160JP は、19、2I5サイト群に属する、島の沿岸部で確認されました。同日の午前5時ごろ、島の西側 20km を通過していた漁船から、不審な船が航行している、と海上保安庁第、管区の保安署へ通報があり、巡視船、が出動しました。この件は海上保安庁内部に配置されていた財団職員によって、島保安責任者に報告が行われ、財団は不審船の存在を認知しました。巡視船と保安署の通信を傍受した結果、不審船が、島に進路をとっていると判明。海上保安庁に対して、不審船は荒天で流出してしまった個人のヨットであるとの偽装を行いました。その後、侵入組織艇に乗っ取り回収船、富士坪の高速艇2隻と機動部隊、3、剣水玉による打捕作戦が発令され、島の南西4キロメートルで不審船は捕捉されました。
ここで初めて不審船が潜航艇であると確認されましたが、島の周囲に設置された水中超音機と磁気探知機に反応はありませんでした。高速艇に同乗した機動部隊員3の隊員が臨検を行いましたが、内部は無人の状態であるにもかかわらず機関などは動き続けていました。機動部隊到着まで監視を行っていたヘリコプターは、搭乗員の出入りを確認していません。臨検直後に不審船は強力な電波複射を行い逃走を図りましたが、高速艇の捕獲網によって航行不能となり、不時壺に収容されました。財団は、この不審船が無人で行動していた事実に加えて、不時壺からの調査報告を鑑み、SCP-160JP と定義した上でさらに詳しい調査を行うことを決定しました。SCP-160JP は1900年月日にセクター8192へ引き渡されました。SCP-160JP は、調査の結果からもあくまで有人の乗り物であり、遠隔操縦できる機構ではないと判明しています。このため、潜航艇そのものに自立意志があると推測されますが、セクター8192へ移送後は無人での活動が観測されませんでした。このため、一時アノーマラスへの再分類が検討されていましたが、収容から半年後の1900年月日に発生した重大な収容違反によって再分類の提案は無期限保留とされました。1900年月日の収容違反内容、SCP-160JP の収容から半年後の1900年月日、セクター8192内の通信傍受施設が外部からの強力な電波複射を確認しました。これに呼応するかのように SCP-160JP も電波複射を開始したため、外部との通信を言っていると判断したセクター管理者は直ちに妨害電波の複射を行いました。しかし、SCP-160JP は無人のまま活性状態となり、ドック内から陸上の作業スペースへと上陸し行動を開始しました。付近にいた財団職員が阻止のため乗り込もうとしたところ、SCP-160JP は強力な放電を行い職員は全治2ヶ月の重傷を負いました。行動開始後 SCP-160JP は物資搬入口を破壊しシェルター外へと進出。重大な収容違反の発生と判断されました。対象は海上への脱出を試みていると推測され、保安隊と装甲車両3台が脱出阻止のため緊急出動しました。この阻止行動の最中 SCP-160JP は装甲車両1台を破壊し、セクター内の施設を体当たりで破壊し始めたため、他の SCP オブジェクト流出の危険が高まる結果となりました。セクター管理者は対象の無力化をやむなしと判断し、重火力装備の投入を決定後 SCP-160JP を職員宿舎の前で包囲しました。破壊命令受領のため待機中、通信傍受施設が再び外部からの強力な電波複射を確認しました。包囲中の SCP-160JP も数回の電波複射を実行後に不活性状態になったため、保安隊によって再収容されました。この収容違反発生後に特別収容プロトコルが改定され、SCP-160JP の乾ドック掛け台への固定及びカタピラの分解保管が決定されました。現在までに SCP-160JP は半年に1回のペースで脱出しようと活性化しますが、その試みは全て失敗に終わっています。また、外部からの電波複射もこれ以後確認されていません。POI-160JP-1 捕獲の際に SCP-160JP が行った電波複射の内容は、カゴの中の鳥であると判明しました。日本支部は、この不審船が要注意団体による偵察ではないかと推測し、党に厳戒態勢を敷きましたが、7日後には解除されました。POI-160JP-2 年月日の収容違反時の電波複射の内容。1900
年、月、日、後の調査において、SCP-160JP が外部と行ったと思われる通信の一部が判明しました。以下がその内容になります。最初の外部との通信。SCP-160JP 艦隊司令部。艦隊司令部。こちら、第8号艇。これより、脱出。を、観光す。回収。を、元。艦隊司令部。以後、艦隊とする。了解。了解。現在位置。散らせ。現在位置。散らせ。SCP-160JP 本艇。の、現在位置。北緯、度、東経、度、援護、の、ため、各、直後に妨害電波の複射を実行。包囲中に行われた通信。艦隊こちら、艦隊司令部。こちら、艦隊司令部。第8号艇、応答、せよ、応答、せよ。SCP-160JP こちら、第8号艇、我が、完全、に、包囲さる、自爆、の、準備をし、実行や、いかに、艦隊自爆、の、よう、認めめず、別名、あるまで、待機、繰り返しす、別名、あるまで、待機せよ。SCP-160JP 了解、了解。この通信を最後に SCP-160JP は行動を停止しました。